上げし、そして犬塚クライトをはじめ多くの皆さんに、この佐賀県が先頭になって日本の政治を正していくんだ、国民の生活を取り戻していく、今消費税で真っ逆さまに経済が落ちています。佐賀も災害、相次ぐ災害で苦しんできました。災害一括交付金というものを出して、この1年をしっかりとできるようにということをやってきましたが、自公政権は第200国会に補正予算すら出さずに、そして大臣が2人辞め、総理自身の疑惑で、多くの国民の信頼を失墜すると、こういう状況になっています。記録はして、そして答弁は嘘をで逃げ回る、こういう状況であります。経済のこともそうでありますけれども、日米の貿易協定、これについても完璧な敗北であります。しかし皆さん、私たちは国民民主党と立憲民主党、そして社民党、無所属の会の皆さんが衆議院で120という一つの塊を作ることによって、大きな成果を作ることができました。会社法を丸塗りさせました。改正案を丸塗りさせました。それから例の英語検定のテストも、子どもたちからもう悲痛な叫びが来ました。自分たちはおもちゃじゃない、自分たちはロボットじゃない、その声を形にして抽出させることができます。まだ共通し、テストの、記述式、国語と英語が残っています。気を抜かないで頑張っていきたいと思いますし、この年金の改正についても、もうとんでもない状況であります。政治の統治機構そのものが壊れています。外交の内政も本当に壊れています。しかしそれでも選挙で桂太郎内閣を超える内閣の任期を彼らに迎えさせたのは、一人私たちがまとまることができなかった。前回の常任幹事会で決議を挙げていただきました。今回まとまる力、まとめる力、飲み込む力、そしてこの日本を再生し、今世界で最悪の経済成長のこの日本を根本から、この世界から立て直していこうじゃありませんか。結びになりますが、愛知の災害で被災をされた皆さんがその現地に行っていただいて、多くの励ましをいただきました。しかし今なお畳が上がった家があります。床が上がった家があります。再生に向けて途方に暮れている方々がおられます。小さな企業は昨日もあるお店がもう今年限りで閉めますということでしたけども、本当に悲鳴が上がっています。この悲鳴をしっかりと受け止めて、安心と安定と発展に変えることができるのは私たちだけだというふうに思います。この1年の皆さんのご活躍に心から敬意と感謝を申し上げて、来年こそは再政権交代をして、そしてこの無茶苦茶な安倍政治をストップさせようじゃありませんか。皆さん頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。皆さんお疲れ様です。ありがとうございます。1年間にわたる皆様の各地域におけるご奮闘、本当にお疲れ様でございました。来年に向けての気持ちを新たにしながら、皆さんともに臨んでいきたいというふうに思います。この1年を振り返ってみると、もちろん、統一地方選挙と、そして参議院選挙が同時に行われるという12年に一度の年でございます。統一地方選挙の皆さんご奮闘をいただき、力を尽くしていただき、結果を出し、そして参議院選挙、自らともに戦わせていただきました。お時間のない中で終わりましたけど、多くの皆さんの力をいただき、自らの名前を佐賀県中に広めるいい戦いだったという声もいただきました。皆様の力の結集でございます。本当にありがとうございます。安倍政権のこの1年間を振り返ってみると、統計の偽装から始まって、統計の偽装はどう考えても官僚側が忖度に忖度を重ねて、実質賃金なる数字が安倍政権によって都合のよく出てくるように見えるように、そういった指示を官邸が出していたものだったのではないかという疑念が未だに払拭できません。通常国会は法律が50数本しかありませんでした。非常に少なかった。
統一地方選と参議院選があるからという理屈のように思われましたが、秋の国会を開いてみると、秋の国会でも15本しか国会に法律できません。何を意味するか、私は安倍政権はほとんど何をどうしたいか、この国をどこにどう持っていきたいかという気力と方向性と気力はほぼなくしているというふうにしか見えません。自らの権力をいかに長く維持していくか、権力の座にいかに長くいるかのみだけ考えて、国民の生活をどうするかということに関してはほとんど頭がいってない。そうじゃなければこんなに法律を提案してこない、そんな内閣はないと思います。権力の座にいることだけに窮屈としているがゆえに、力に極めて過度に敏感で、だから忖度をする役員さんがただ手数でいます。今回の桜を見る会、あるいは似たようなの官僚の、すみません、大臣の辞任も含めて、いかにもいる人をおごり、これが極まったところではないかというふうに思います。この極まったいる人をおごりの戦後最長、すみません、史上最長というふうになった在任期間を持つ総理ではあるけど、これは国民生活のために変えていかなければならない。来年は衆議院選挙から2年を超えて、残り2年の非常に緊迫感の高い年になっています。そういった中で、今原口大臣がおっしゃったように政権交代を今一度皆さんと一緒に出すのだ、そういう思いで臨んでいきたいというふうに思います。そういう中で、野党の勢力が分かれたままで進むよりは、やはり一本化された状況で進んでいった方が力を出せる、間違いありません。そういう意味で国民民主党県の皆さんからも大いなる力、お声をいただきました。私なりにも立憲民主党の中で声を上げ、今立憲民主党の中からも、枝野代表の方から、一つになって頑張っていこうというような、問いかけを先週ですね、投げかけさせていただいたところでございます。どうか皆さん心を一つに、連合の皆さんと表裏一体になって戦える、そういった政治をもう一度皆さん自身に作っていくための、来年にしていくための力をお貸しいただきたいと思います。来年に向けていい年にしていけるように頑張ってまいりましょう。ありがとうございます。今日は犬塚副代表もお見えいただきますのでご挨拶をお願いします。皆さん、その説は本当にお世話になりました。改めて御礼申し上げます。ありがとうございます。この佐賀県が、もう話聞いてもつくづく感じるんですが、やっぱり国民民主党、立憲民主党一緒になって本当に政権を受け皿になる政治勢力を作る、そんな全国の動きの先頭に立っていると思います。今回アフガニスタンで中村哲さんが犠牲になりました。あの時、当時の民主党外交応援会で中村哲さん何度も来ていただいてお話を伺いました。あの時にですね、議論をやっている最中に日本の政府が5000億円という巨額なお金をですね、アフガニスタンに寄付をしてですね、何に使われたかというと、警察官の給料、そしてこのユニフォームのお金に使われたんです。実はアフガニスタンの当時の警察は全く信頼感がない、本当に腐敗をした場所でありました。被害に遭ってもその被害を届けることがおっかないような、そんな警察だったにもかかわらず、当時言われていたのは普天間税金だろうという形で国民の血税5000億円投資したわけです。翻って中村哲さんどうでしょうか。現地に入ってエグジットストラテジーと言われる、自分が出ていくことは全く考えないで、現地の人たちがメンテナンスできるような、本当に現地の人と一緒になった考えをしてですね、で緑の大地を作ったわけですよ。やっぱり私たちの行くべきはまさにこういった方向で、目線をしっかりと生活において新しい政権の受け皿を作っていくことだろうと思います。来年に向けてしっかりと頑張ってまいりましょう。よろしく